続いての、試合3回戦3試合っていうか1回戦3試合目マブカブレリウス早速に明石アザエルチーム第1シードのエル松誠と源太郎ニュー松さんが今日来てくださったのは他でもない、3月8日に、町田キャッツアイというゲームセンターが、閉店しまう、してしまうということで、その閉店前の最後の大会ということで8日の土曜日ですかねに3オン大会でしたっけがあるということなんでこの宣伝のためにお越しくださったそうです。なんで皆さんぜひぜひ町田キャッツの優秀の美を飾ってみましょうではありませんかといったところでやはり松誠強いですね。さっきもの試合見てたんですけどいやーやはり今現役で誠で頑張ってるプレイヤーとしては間違いなく最強レベルですからね。さあ意外とねこのジャンプシーンのカウンターの追撃の猶予が長いんですよ、まあ、ジャンピーなんて目も当てられないぐらい長いですから超航空でカウンターヒットしてポーンって上行ってあたあのその後なんか着地タッチビーとか間に合ってるんですよ、まあ、それも時間差では多分なくなるんでしょうが。あ？どんぐりが出るよ。だから先週も言ったけど、どんぐり画面端でどんぐり投げて、コックというブローができたりは多分強いんだけど、できるのかな。この組み合わせ、僕がやってる雑感なんですが、てかまあ多分すごい当たり前のことを言うと思うんですけど、近寄れなかったら勝てないし、近寄れたら勝てます。そんな感じです。そういうわけでうまいことこうサマナーをかいくぐるスキルが求められるんですが松さんすごいうまいですね。しっかり2周パーティカルフィニッシュレベル3しっかり打ってますね。松誠の勝利です。次行ってみよう。さあ地方出てくるのはアカシアズライですね。アカシさんも今日今日のランバトでいい位置につければ月間優勝見えるポジション、暫定今日本当は暫定1位がゴロさんと流星なんですけど2人ともいないんで実質ユウトとアカシさんの一騎打ちみたいな感じになってるんですが、これ負けてしまうとユウトの優勝が勝ってしまうっぽいんで、アカシアズライルなんとか踏みとどまりたいところ、それに対する松誠とやはり町田キャッツ閉店大会宣伝のために少しでも長く動画に残りたいっていうか、今こんなこと喋ってる間にグローラーで弾を取るんじゃなくてグローラーの無敵で弾すかしてましたね。今にわかには信じがたい光景だったんですよ。あれでよくしてくる、これはコメントしっかり手前に置けてますね。シューティングさん多分この組み合わせ突き詰めれば全然誠大丈夫な組み合わせなんですけど、僕は超苦手ですね。まずこの手前コメントができると相当変わってくるんですよね。いやー素晴らしい試合運びですね。本当言葉を失うレベルだ。さあ第2ラウンド最初はまずコメントを置いてブラックスタッフが突っ込んでいって上ついてきた。しかしここは松本の早い段階で立ち見で追い越していく。大激襲から清澄これ上着点を使わできれば使わせたくないですね。5、6、4、フェイタルはさすがにマスト。さあ上使って補正を切る。しかし投げ抜けている松さんね、今日の試合見たんですけど本当にすげえ投げ抜けるんですよ。うちのスカルといい勝負するレベルですよ。みんななんでそんな投げ抜けられるんですか。うまい。これは完全に見込んでいたと言うべきでしょうか。この鋭いタッチビーはトップから拾って最後アッチコブラレオパールド死なない。おケツを抱きしめて踏みつぶしていきましたね。
さあ、でも、まず互いにない状況。ハマっているのはどちらかといえば、まことが、といったところ。さあ、チアルタ。なんか、ダンプのコマンドがあるらしいですね。まあ、正直、今のコマンド知らないんですけど。今は昇竜。次は、竜巻？後ろ派の竜巻だね。まあ、細かいね、コマンドの仕様変更などもあるということで。楽しみですね、バージョンアップ。さあ、このラウンドも松誠が優勢。コメント、しっかり手前に置いてる。こうなると最後は安易なフォローラフィルの逃げ。オーバーラブン、アップソー西スタートマルカル、早めにここを終わらせて無理はしないでフィニッシュ。松誠の勝利です。すごい。さあ 2P チーム 1P チームか 1P チームの名案はこの男に託されました。マブカプレリウスの登場です。今日はね、結構八王子勢がたくさん来てくださいまして、八王子町ヤズですか。すごいありがたいですね。おっと、これは鬼発動になりましたね。多分ミドルバースは運よくオーバードライブにといった感じですが、さあ、ゴディの割と異様に速いフレームをぶつけていくが、レドリーさあ、パンチ、突破せロイカ、パス。この画面端のラッシュ力というかね、中央でもね、ある程度のラッシュをかけられるのがやっぱりレイレスの強いところですよね。ハイパー用意かな。これは抜け方知ってるか。前転からはいい感じ。なるほどね。さあ、レディウスに関しては誠は別に何も考えないでもコンボが入るんで結構楽、まあ、そういうことでは相当楽なんですけど、まあ、実は素直な格闘ゲームなんでいけないことは全然ないですね。てか、無理じゃね？って思う。あの、何が、あの、リオマイオスが面倒くさいとかは、まあ、キャラとかじゃないさあ、ここは攻めてるよ、マンパクルーレオリウス。あー、これ、このドット、このドキツイ。いやー、さすがにこれは相当運良くないところをしのげない。これからではちょっと厳しい部分も何個かあるんで、たまたま立ててたとか、たまたましゃがめてたわ。1回ぐらいないと、多分あれは母ちゃんぶっ壊れるまでしのぎきれなかったよ。うまっ、ジャンピーの判定、やばいっす。知ってたけど、知ってたけど、こう、改めてこう、試合を注意深く見てる状況で、あのジャンプ B の、あの、異様にでかい判定を見るとびっくりしますね。そうなんだよね、レイリスって本体の技の判定がなかなか優秀で、まあ、タッチ B は、2B は本当に地上戦で割と便利っぽくて、ジャンプ A ペロペロはもう本当に言わずもがなといったところなんで、実は母ちゃんなしでも意外と頑張れる、この人。そんで母ちゃんがね、来ちゃうともう止められないですからね。ちょっと見えてる、松さん、やはりガードが硬い、投げも抜ける。またしも抜けている。こうなると立ち回りでちょこちょこダメージを取っていくしかないという感じですが、幸いにして体力リードは大幅にフェリウス側がゲットしている。これはバカラン落としてチャン、ピケダン、ここでバスを早めに打って、めんどくさい状況を回避したいといったところが、最後はバックステからの立ち回り。まあね。さて、続いて2番手出てくるのは最高段位がお出ましですね。ケンタロニュー勝ち、構成的には、かつてあの変な赤いのとチームを組んでいたということで、そういうので馴染み深いプレイヤーですが、変な赤いの今日いないですよ。この立ち回り、やはり綺麗ですね。
なんか源太郎さんのニューは本当に遠距離戦がすごいうまいっていうイメージなんですよね。近づかれてしまった時にうまくさばいて、そこから遠距離でまた封殺していくっていうスタイル。個人的に吉木さんはもう本当に実は近距離戦めちゃくちゃうまいんで、ニューで思いっきり殴り合いしてくるのも稀有な。よしきさんのニューはマジで油断してると肉弾戦でボコボコにされる。走って殴ってくる、下手したらよしきさんの場合走って殴ってくるから突然キャバリエでぶち殺してきますからね、あの人。まあ、ニュー業界立ち回りは源太郎ニュー、近距離戦は吉木ニュー、コンボ開発は清っていう感じのイメージなんですけど、まあ、コンボ開発って言えば本当に清は一級品なんでね、まあ、いかんせんそのコンボを実戦でできないっていうところがたまにきつかった。ぜひそんなことしてやってほしいですねとか言ってるうちに、これは源太郎ニューが攻めている。あとニュー業界は小屋さんとかがいらっしゃいますよね、ビッグワン。あとは仙台のカグラ。こう考えると意外といるよね。なんだかんだみんないるよ。ちなみにこれはカラミティ冷静にかわしてバーブカムベネルズ、このターンをしっかり守りきりたいところ。さあかっこいいポーズ、母ちゃんが元気だぞ、母ちゃんが元気だぞ。さてそしてレディウスのボディ長い、しかしコンボミス、今日バイオスで突っ込んでいく。お母さんそっちじゃない、お母さん振り向いて、これまた立ち回り勝負、軍配はどちらに上がるか。おーまだおらない、互いにノット触れば勝ち、最後はクレ源太郎ニューの勝利です、おめでとうございます。ニュー